はい、小林俊明です、ね、今日もねマジック面白いのをお見せしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、今日ねカードマジックをねちょっとやりたいと思うんですけど、まあ、一応、バラバラですね、はい、バラバラですね、大丈夫ですね、はい、ジョーカーちょっと使わないで、はい、じゃあお願いしましょうか、はい、皆さん、お手伝いをしてほしいです、はい、カードを弾くので、はい、好きなところでストップっておっしゃってもらっていいですか、はい、ストップ OK です、僕見ませんからね、これです、見るから大丈夫ですか、はい、ちょっと待ってね、はい、バッチリです、大丈夫です、はい、でこのまま僕見ずに中に入れます、はい、もうこれで手がかり絶対わかんないですね、はい、さらにカードを混ぜまして、うん、さあ行きましょう、覚えてますね、ワンカットで当てます、すごいシンプル、ここほう、 これだけです、ほう、もうでは上にあるんですけど一応確認しますよ、はい、あの当たったら当たったってことですね、はい、多分これですね、スペアク、いやいや、いろいろ違いますね、いろいろ違う、全く違うと言ってもいいですね、はい、ごめんなさい、6ではない、違います、ね、覚えたやつが違う、違いますね、あれカット失敗かな、まあいいや、マジか、6に変えることはいや、できないですね、はい、じゃあもう根本的に違いますからね、違いますよ、はい、ごめんなさい、それだとペナルティがあって、いつもあのねカードこうやってコーナー破るんですね、こうやってこうすると一応まあ、ね、一応許してもらえますか、ちょっと手を出してもらっていいですね、はい、で一応これ握っといて、スペアログの破片です、はい、もう一回切ります、ここコーナー切りましたけど、これではないですね、違いますね、じゃあここで初めて発表します、何でしたハートの7って、全然違いますね、本当に今持ってますよね、破片、今、手の中で変わったの分かります？いや、特にハートの中ですね、はい、ですよね、今変わりました、ゆっくり開けていただいて、おーっと、来ましたね、おー、これはちょっと来ましたね、当たってますよね、はい、あ、当たってます、ありがとうございます、お土産の持ち帰りください